で、余談なんですけれども、余談というか、病院からね、帰ってきたパイセンのお話ですね。はい。病院から帰ってきたパイセンなんですが、1日その日かな、その日薬飲ませて、次の日にはだいぶ元気になったんですが、2日ぐらいは、ちょっと療養気味だったんですよね。はい。で、その後からですね、また外に出て、外をね、外の生活を謳歌していたんですけれども、そんなパイセンがですね、あれね、多分ね、私に対してじゃないかなと思うんですけど、なんか贈り物をね、持ってきてくれるようになったんですよ。季節柄かもしれませんけれども、ネズミね。ネズミ、野ネズミですね。どうやらパイセンは外で野ネズミをですね、しょっちゅう捕まえて、あれ食べてんのかな、食べてるかもしれないですね。なんですけれども、その野ネズミをですね、捕獲してきて、朝ね、私が田んぼの湖に出るとですね、必ずですね、ウッドデッキの階段を降りたとこに、なんだろう、自分が手つけてない、綺麗な状態の、野ネズミの死骸がね、あるんですよね。はい。野良猫がね、置いていくわけないんで、パイセンがですね、あれ、病院のお礼として病院のお礼として、ウッドデッキのとこにね、私に対してね、ネズミをプレゼントしてくれてるんじゃないかなみたいなここ3日ぐらいで続けて取ってきてるんですよね。はい。なんかちょっとそう思ったらね、嬉しいですね。もちろん私食べるわけじゃないんですけど、はい。なんか気持ち的に、なんか、お前、なんかそういうことしちゃうのか、おい、みたいな。なんかね、そんな感じでございました。違うかもしんないけどね、単純に家族に向けてやってるかもしんないんですけど、で、私のところにね、ネズミ持ってこられても困るんですけど、そんな、プチエピソードがありましたですね。はい。ねえ、ライチュウなんかないの？俺なんかないの？ライチュウ。あ？ねえ。ライチュウくん。いいねし。そんな感じで、最近のパイセンのエピソードでございました。